ツルツルになった、はい、私もすごいツルツルになりました。ドキドキしたんですけど定期的にやっぱりしないとダメですねこんにちは、熊本院院長佐久あずさです。今智子所長が勉強会開催に来てくださっているので、こっそり智子所長のハイドラ皮脂量チェックをしようと思います。前回抜き打ちチェックの企画してたじゃないですか、はい、今回は皮脂量ハイドラチェックを行います。私はい、私です。はい、今回はまた先生もやりましょうよ。先生も、先生もやりましょう。先生も絶対もう嫌です。一人じゃあやりましょう。一緒にやりましょう。皮脂量、はい、チェックしてきました。ドキドキ、ドキドキ、大丈夫かな先生もですよ。私もします。どっちが勝つか。負けないぞ。今から、はい、ハイドラフェイシャルという毛穴に詰まった皮脂を取り除く掃除機みたいなもので、ももこさんの鼻の皮脂量をチェックさせていただきます。はい、お願いします。怖いですでも勝ちたい。スペシャル終わりになります。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございます。この白く浮いてるのが皮脂になります。少ないと思います。すごいツルツルになった。めっちゃいいですね。これ定期的にやっぱしたい、うん、しました。じゃあ次佐古先生の番です。はい。気持ちいいですね。そうですね。ギリギリ感とかなかった。うん、ないです。はい、どうですか。ちょっとこうちっちゃいのがつく。いやーやだ。ツルツルになった。うん、ありがとうございます。終わりました。終わりましたね。お疲れ様です。気持ちよかったですね。気持ちよかった。ちょっとうとうとしちゃいました。ツルツルになった。私もすごいツルツルになりました。ドキドキしたんですけど定期的にやっぱりしないとダメですね。私もちょっと思ったように取れたらね。定期的にします、はい、ハイドラフェイシャル特に小鼻 T ゾーンいいですね。そうですね、小鼻と T ゾーンは特に人気な部位でもあるので、はい、おすすめです、はい、またちょっといきなりされても大丈夫なようにちゃんとケアしておきます。私もです。ちなみにおすすめのスキンケアとかあります？皮脂だと AGP トナーがすごくおすすめですね。ソフトなピーリング剤でグリコール酸とアゼライン酸が入っているので T ゾーンの皮脂コントロールとか、あとは皮脂腺抑制とかおすすめですね。ありがとうございます、はい、気になる方はチェックしてみてください。はい、今回は友達所長に抜き打ちハイドラチェックをさせていただきました、はいはい、ハイドラフェイシャルは毛穴詰まりが気になるとか毛穴の汚れが気になるとか、あとまあザラつきとかニキビが気になる方もおすすめですので、ぜひ受けてみられてください。この動画がいいと思った方はチャンネル登録とグッドボタンお願いします。インスタグラムもやっておりますのでぜひフォローのほどお願いいたします。概要欄にホームページのリンクを貼ってますので、ぜひご覧ください。
次回の動画もお楽しみにしたっけねー。